はい、どうも、デチャー編集部員のビスタチオ田中でございます。本日はですね、サンダー V ライトニングを打っていこうかなと思うんですけども、6号機アクロス第2弾ですね。はい。まあ、一応、前作のリボルトと、だいぶ、まあ、違うところだったり、受け継いでるところ、まあ、あるんで、その辺に触れつつ、打っていきたいかなと思います。それでは、早速、打っていきましょう。さあ、まずは、打ち方からです。の前になんですけども、ちょっと一個だけ、すごい重要なことなんで、最初に皆様にお伝えしておきたいです。それがですね、このサンダー V、ライトニングは、消灯がない場合は、スイカがないです。前作は、まあ、通常時、常にスイカをフォローして打たなきゃいけなかったものが、そう、この消灯。消灯が2勝以上なければ、スイカの可能性がないです。なんで、第一押して、もう消灯なければ、もうパンパンと、第2、第3と振り押しで大丈夫。これはね、すごい楽。すごい楽になったなと。これがね、変更点なので、皆さんはまず覚えておいてください。で、打ち方なんですけども、まあ、王道の2種類が一番わかりやすいかなと思いますんで、今日狙っていきたいと思いますが、まず1個目が、タンブイ、枠上ですね。に押すやり方。あとは赤7。周りの、打ち方ですね。これが、赤7がですね、今作、チェリーが、前作のリボルトは、枠下に、赤7の下についてたんですけど、今作は3コマ上についてるんで、しっかりと、早すぎるとね、チェリーこぼしちゃうんで、中下段あたりに、打つ、狙うようにしてください。で、次に、スペックですね。スペックはですね、この、ライトニングに関しては、純粋なノーマルタイプと、ボーナスのみで、出玉を増やしていくタイプです。で、RT などもついてません。もう本当に純粋にボーナス引くだけ。通常時、リーチ目出る、7を狙いに行く。本当にシンプルなゲーム性です。ザ・スロットって感じですね。で、コイン持ちに関しては、設定1で、42.5 回転。うん。で、設定6だと、45.8。ゲームもありますんで、かなりコイン持ちはいいかなと。で、次にボーナス確率なんですけども、1で合算 162.6 分の1、で、6はですね、128分の1、合算ですね、これは合算なので、ここもかなり開いてるんですけど、基本的に、設定差があるポイントは、レギュラーボーナスと。で、6はレギュラーとビッグが、ビッグとレギュラーが1対1と。で、今回は4段階設定です。4段階セット4段階設定です。はい。で、6の出率が 108%、完全攻略したら 108% 超えてくるので、まあ、割と設定使えば、出る機種かなと。で、しかも合算が低めのアクロスなので、割と安定して 108% なのかなとは思います。はい。で、フラグなんですけども、ビッグが2種類。赤7と V ビッグ。これ別フラグです。で、レギュラーボーナス。で、レギュラーボーナスは、バーバーバーですね。赤赤バーとかは無効というか、レギュラーボーナスじゃないです。このボーナスがまず3種類。で、多分なんですけども、前作のリボルトは、ベル以外の子役では重複があったので、まあ、その辺継承してると思うので、まあ、強めのフラッシュだったり、それはボーナスのチャンス、まあ、重複してる可能性があるんじゃないかなと思われます。演出面に関しては、歴代の、まず消灯予告音、まず予告音ですね。予告音。予告音があって、あと消灯があり、で、あとフラッシュ。で、追加されたのがですね、このサブ液晶。サブ液晶での演出の、4つ。プラス、リールの出目と。その絡みで、楽しむ機種かなと。まあ、まずはね、何を撮ろう。サンダーといえば予告音ですから。予告音は歴代のサンダーの通り、リプレイ否定と。リプレイがないよと。で、次に消灯ですけども、消灯に関しては、1勝より2勝、2勝より3勝。3勝に近づけば近づくほど、チャンス。で、フラッシュなんですけども、フラッシュは発生した時点で子役以上。フラッシュが発生して、出目がばらけ目の場合はボーナス確定と。で、フラッシュに応じて対応薬があると。ユニメモですね、ユニメモ。
ドンチャン2からノーマルタイプにもついてる機能ですけど、まあ、まずリーチ目が何ゲーム前から入ってたとかも教えてくれますし、あと子役のカウント、してくれるので、これはね、やっといた方がいいですよ。と、あとこれが帯電です。まだビリビリが残ってますよね。こうなると2勝まで行くんで、しっかりフォロー、スイカフォローしつつ打ちましょう。ヤリリルもね、ちょうどスイカの停止形になってるんで。で、スイカの目安がどこだろうな。ちょっと待ってください。まず中リールバー。で、右リールも、V です。右リールは V を目安に狙ってもらえればスイカ取れます。V の上。はい。で、スイカ12枚なんで、やはりね、しっかりと狙うようにしてください。もったいないですからね。で、右フリーとかではないので、まず1で止まる。ここで止まる。サトシ君みたいにペーンって押したらダメですよ。あんなんダメですよ。ペーンで止まる。で、スイカがまずリールになければフリーをしてもいいです。で、消灯がなければ、消灯がない。この場合はフリーをして大丈夫。たったこれぐらいの手間なんで、12枚こぼすとよっぽど危ないんでね。本当に。100回こぼしたら底辺長くなりますよ。はい。1200枚こぼしてますからね。なんで、しっかりと狙うようにしてください。おい。あるよ。うわっし!これです、皆さん。これですよ。横コーン発生してるんで、リプレイ以上。なおかつ、出目が、リプレイ以上目。まあ、帯電も第3まで引っ張るよ、といった感じで、コンボ、これ、入ってます。入ってます。当たってます。よし。今日初ボーナスですね。で、ボーナスのフラグ判別なんですけども、赤と V の、まあ、上下にですね、どちらかに、バーがついてますんで、そこの塊をまず狙うと。はい、これで、まずレギュラー決定、V ビッグと。OK! サンダーってね、音かっこいいんですね。音かっこいい。横コンとかもなんか踊るもんね、心が。バクってするもんね。さて、ビッグの、消化についてなんですけども、1回だけ技術介入で、枚数調整を行ってください。今、横コンになりました。下バネが消灯してます。その場合、中右通して、中右通して、平行テンパイベルするんで、左リールに、3連 V をビタ押しと。これ。で、13枚取った後は、この3連 V を避けつつ、中右通して、消化してください。なので、マイゲーム、まあ、このパンパンのリズムで、バーを狙っておけば一番早いかなと思います。で、こうした、まあ、する理由がですね、平行ベルに、設定差があると思われます。今のところですけどね。はい。で、ビッグ中、1個設定した強烈なものがあります。ハズレ。ハズレがですね、高設定ほど出現しやすいと。まだ正確な数値は出てないんですけど、まあ、花火とかのことを考えると、バーサスとかね、のことを考えると、ハズレが出たら、まあ、上2つ濃厚とか、まあ、そんな感じだと思うので、まあ、粘ってみてもいいのかな、といったところです。さあ、そろそろビッグ終了ですけども、ビッグの最大獲得枚数が、251枚です。ハズレが出ない限り、技術介入すると251枚取れます。で、ビッグ終了後はですね、100% でライジンゾーンというモードに突入します。ただ、このライジンゾーンなんですけども、最初言ったように、RT がついてない純粋ノーマルタイプだと言いました。なんで、RT 状態ではないです。ただ、イメージしていただきたいのが、花火チャレンジですね。はい、251枚。で、花火チャレンジと似てる部分がですね、フラッシュがなければ、レアク、チェリーとスイカの可能性がないといったものになってまして、振り押しができるんですよね。要は3連 V 狙いとかしていけるんですよ。で、フラッシュがあった時だけ、しっかりと子役を狙いに行く。で、フラッシュ発生した場合はですね、ベル、スイカ、チェリー、あとはボーナスのいずれかが成立していると。なんで、まあ、フラッシュがあった時点で、ハイチャンスで、しっかりと、狙い、まあ、自分の好きなところを狙って打つと。RT 状態じゃないので、もうリプレイは揃いませんよ、高確率では。で、このライジンゾーンの最大の特徴がですね、完全告知です。で、どこにランプあんのって言いますと、これです。ウィンランプ。このウィンランプが、完全告知で、つきます。はい、あ、今
パネルフラッシュしたんですけど、この場合ベル、チェリー、スイカ、ボーナスのいずれかと。なんでいつも通りのタンブニラでちょっと打っていきたいと思います。お、スイカかな。スイカっすね。外れればもちろんフラッシュして子役は揃わなかった時点ではもうボーナス確定と。あるよ、ベルオアすからね。これベルオア、ベルがテンパんなければもうむしろ、むしろっていうかむしろ2角ですよ。右狙おう、右の7やな、赤7やね、ここやろ。これですよ、これ2角ですね、2角目。はい、OK、ボーナスいただきました。はい、でボーナス入るとドゥーンつって告知ランプがつく、もう完全告知状態がライジンゾーンですね。 OK、 どうだろうな、どこに、どこに狙う、どっち狙う、 V ビッグの方狙おうか。ほい、 OK、 またもや V ですね、ライジンゾーンで連チャンしました。これはよし、 V ビッグ、 V ビッグ終了と。 OK、 ライジンゾーン行きましょう。474枚ですね、塊で取れましたと。1ゲーム連あるよ、あるよ。さすがに、さすがにね。そうか、あの連チャンの後すげえハマってる。もうデータ機、わお、生入り。生入り、生入りするか。下段、このビタ押し、赤棚してると、4コマ滑って上段バーまで来たら、ま、一応実戦上、今のところ、リプレオはレギュラーですね。なんで、ちょっとチャンスの目です。はい。4コマ滑りですね。はい。で、今日初のレギュラー、ようやくクソハマって引けましたけども、消化手順、いきたいと思います。振り押しで基本的には大丈夫です。ただ 5.95 期以降ね、このノーマルタイプのレギュラー、まあ、このこぼす箇所を作らなきゃいけないみたいなのを聞いたことあるんで、まあ、それをね、もしあるとするならば怖いんで、3連 V 付近を狙ってもらえればなと思います。で、告知音、予告音があった場合は、3連 V をアバウトに狙ってください。で、これ1万役が成立してます。なので外した方がお得だよと。ただ、ここ。8回の入賞もしくは12ゲームの消化で終わるといったものになってますんで、予告音が5回なってしまった場合は、まあ、15枚がケツで取れなくなっちゃうので1枚枠を取っていった方が1枚お得になるので、そういう打ち方をしてくださいねと。この1枚枠はですね、バーバー V です。で今は取らないですよ、今2回目なんで。まだで5回になったら1枚役取らなきゃいけないんで、その時はバーバー V を狙うようにしてください。これ約束ね。スイカは消灯がないとっていう風にしたことによって、いや、こぼしを恐れて今まで狙わなかったところのリーチ目も見れるっていう感じですよね。これいいこと言ったよ。俺は今いいこと言ったと思う。目が見え、うわっ、止まった。今のはビタでした、絶対にビタ押しでした。大丈夫です。ほらほらよ、この2角よね、この2角素晴らしい。さあちょうどね、すごいいい出目も見れてますし、あとまあ、シンプルなゲーム性なんで、ね、大体ゲーム性等は理解していただけたかなと思いますので、一旦、この動画はですね、ここで終わろうかなと思います。この後、エンディングです。ありがとうございました。はい、実践終了ということで、いかがだったんですかね。まあ、打ちやすく、本当、初級者向けから中級者向け、あとはね、やはり上級者に向けては狙いどころ、しっかり予告音搭載されてて、自分で出しに行くリーチ目っていうのがやっぱサンダーのいいところだと思うので、ぜひ皆さんも、そして僕もですね、オールイン導入されたら打ってみようかなと思いますので、よろしくお願いいたします。ぜひ皆様、出ちゃうの、ウェブチャンネルのチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは次回の身体説明動画でお会いしましょう。バイバイ。